写真拡大。全国高校野球選手権3回戦、作新学院18-0岡山学芸館、16日、甲子園球場。作新学院、栃木が投打に圧倒し、ベスト8一番乗りを果たした。作新学院の八強入りは今井達也、現西武を擁して優勝した2016年以来、3年ぶり。作新学院は初回に先頭の福田が二塁打で出塁し、中島の中前打で先制すると、3回には立石が走者一掃の左翼二塁打。その後も攻撃の手を緩めず、8回には打者13人の猛攻で8点を挙げた。投げては先発の林が8回2失までノーヒットの快投。県勢初夏通算100勝を歴史的勝利で決めた。岡山学芸館は狙い球を絞りきれず、わずか2安打。投手陣は19安打と打ち込まれ、大敗。